こんにちは。今回はスタークロッシェの模様で作るスマホケースを紹介します。このように筒状に編んでスマホケースを作りました。編み方を編み図で説明します。全体の編み図はこのような編み図です。こちらでは小さいので、大きくした編み図で説明します。こちらが最初の編み出しのところの編み図です。最初は鎖編み15目に立ち上がりの3目を足して、18目の鎖編みを編んで編み始めます。1段目は鎖編みのところから1つ下がった鎖編みに未完成な細編みを編みます。次の鎖編みに未完成な細編みを編み、これを5回編んで、細編み5目の未完成な形ができます。それを1つにまとめて、鎖編みを編んで、スタークロッシェの半分の模様を作ります。スタークロッシェは2段目と合わせて1つの模様になります。次は、もう1つの模様を作ります。ここでは鎖編みから目を拾いましたが、次からは、細編みをまとめた鎖編みのところから、未完成な細編みを1目拾い、次は、細編みを編んだ足の裏側の1本を拾って、未完成な細編みを編み、次は細編みを編んだ根元の鎖編みに未完成な細編みを編み、次は作り目の鎖編み2つに未完成な細編みを編んで、5目の未完成な細編みを1つにまとめて、5目一度を作ります。鎖編みを編んで、模様をまとめます。次は同じように編んで、最後は模様を編み終わったところで、1段目の端まで来ました。次は、同じ1段目を、こちら側の鎖編みに編んできます。同じように、この模様をこちらの鎖編みに編んで、最後のところで、最初の鎖編みのところに引き抜き編みをして、1段目を終わります。次は2段目になります。最初は1段目のスタークロッシェの下だけの部分を編みます。最初は一番底の部分を編みます。作り目の鎖編みを編んで、スタークロッシェの模様の下半分だけを1段目を編んでいきます。作り目の鎖編みを18目編みました。ここからスタークロッシェの下半分の模様を編みます。鎖編みを18目編んだ。その鎖編みのすぐ下の鎖編みから未完成な細編みを編みます。鎖編みの上の1本だけを拾って未完成な細編みを編みます。針に糸をかけて引き出して、これが未完成な細編みの形です。これをあと4回編みます。次の鎖編みに未完成な細編みを編み、これで2個の未完成な細編みができました。次も同じように3個目の未完成な細編みを作り、4個目の未完成な細編み。そして、鎖編みのこちらを拾って5個目の未完成な細編みを少し糸を長めに引き出しながら作ってください。これを一度にまとめて、細編み5目一度を作ります。引き出した糸をまとめて、下の部分をしっかり押さえ、かぎ針を上に引き上げながら、かぎ針の向きは下向きにして、気に引き抜きます。これで、細編み5目を一度にした。細編み5目一度の編み方ができました。次は鎖編み1目を編んで、模様が完成します。次に編むのは、今まとめたところから1回未完成な細編みを作り、次は細編みの足の向こう側の部分です。ここの細編みの足の部分から1回未完成の細編みを作り、次は細編みを編んだ根元の鎖編みのところから1回作ります。これで3個の未完成な細編みができました。あと2回は作り目の鎖編みから拾います。まとまった目を指で押さえながら、次の鎖編みのところに未完成な細編みを作り、指で押さえて次の鎖編みのところにも未完成な細編みを作って、これを押さえて一度に引き抜いて鎖編みを編みます。これがスタークロッシェの下の部分の編み方です。次も同じようにまとめたところから1回、次は細編みの足の向こう側から1回、次は鎖編みの細編みを編んだところから1回、次は鎖編みから1回、そしてもう1回鎖編みから1回編んで、5目の未完成な細編みができました。これを一度に引き抜いて鎖編みを編みます。これが未完成な細編み5目一度にしたスタークロッシェの下の部分の編み方です。この編み方をこちらまで編みます。6個の模様ができました。1、2、3、4、5、6個の模様ができました。あと1つ作ります。鎖編みのこちら側の最後の模様です。まとめたところから1目拾い、細編みの足の向こう側から1目拾い。次は編んだところから1目拾い。次は鎖編みから1目ずつあと2回細編みを拾います。これを一度にまとめて引き抜いて、鎖編みを1目編んで、鎖編みのこちら側はできました。次はこちら側に同じ模様を編んでいきます。次もまとめたところから1目拾い、細編みの端から1回、そして最後に細編みを編んだ目から1回拾います。次に拾うのはこちら側の鎖編みです。今ここでまとめた目を1回拾いました。その次に拾うのは、この隣の鎖編みの向こう側1本です。この目を拾った隣の鎖編みの向こう側の1本だけを拾って、細編みを1回。次の鎖編みの向こう側の1本だけです。この1本を拾って、未完成な細編みを編み、これを一度に引き抜いて、鎖編み1目を編みます。これでこちら側に移りました。次は、同じように、まとめたところから1回、細編みの足から1回、次は、拾った目から1回、そして次は、こことここの鎖編みの1本だけを拾って、未完成な細編みを2回編んで、これで未完成な細編みが5目できました。これを一度に引き抜いて鎖編みを1目編みます。こちら側の部分ができます。同じように拾ってきます。まとめたところ、細編みの足の向こう側から、細編みを編んだところから、次は鎖編みのこちら側の1本だけを2回拾って、これで5目の未完成な細編みができました。これを一度に引き抜いて鎖編みを編みます。これを繰り返します。まとめたところ、足のところ、細編みを編んだところから、次は鎖編みから2回。鎖編みを1目編みます。次も、あと3回、同じように編みます。まとめたところ、足のところ、根元から、鎖編みのところから、次の鎖編みのところから。これをまとめて、鎖編みを1目編みます。同じように、スタークロッシェの下半分の模様を編んでいます。これでこちら側も1、2、3、4、5、6個の模様ができました。最後のところです。最後もまとめたところから、足のところから、編んだところからと、あと鎖編み2回拾います。ここを1回、2回拾って、一つにまとめます。最後のところは鎖編みを編まずにこのままで最初の模様の鎖編み3目のところに引き抜き編みをします。鎖編み3目を編んだ3個目のところに引き抜き編みをします。糸を少し強く引いてください。これで底の部分ができました。次は2段目です。2段目を編み図で説明します。1段目のスタークロッシェの下半分の模様をぐるっと作り目のところに編んで、最後はここで引き抜きました。次は2段目です。2段目は中長編みを編みます。鎖編み2目を編んで、ここから少し離れていますが、最初に細編み5目をまとめたところに、中長編みを2回編み、次の細編み5目をまとめたところに、中長編みを2回編む。この編み方を、こちら側もぐるっと編んで、最後は、鎖編み2目ではなく、最初に編んだ中長編みの頭に引き抜き編みをします。そして3段目は同じ模様ですが、編むところは鎖編みではなく、中長編みの頭に編んできます。4段目は2段目と同じ編み方です。次はここから2段目の中長編みを編みます。中長編みの立ち上がりの鎖編み2目を編んで、次は、だいぶ離れていますが、ここが細編み5目をまとめたところです。この細編み5目をまとめたところに、中長編みを2回編みます。針に糸をかけて、細編み5目をまとめたところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて3本の糸を一度に引き抜いて中長編みを編みました。もう一回同じところに中長編みを編んで、これでスタークロッシェの模様ができました。次は隣の細編み5目をまとめた、ここにまた中長編みを2回編みます。これでスタークロッシュの模様は2個できました。同じように編んでいきます。隣の細編み5目をまとめたところに中長編みを1回編み、次のまとめたところにも中長編みを2回編んで、スタークロッシュの模様ができます。これをここまでぐるりと中長編みを2目ずつ細編みをまとめたところに編んでいきます。ここです。次はここです。少し端の方は分かりにくいかもしれませんが、ここになります。中長編みを2目ずつ細編み5目をまとめたところに編んできました。2目ずつ中長編みを編みました。ここが最後のところになります。最初に編んだ立ち上がりの鎖編みはここです。最後はこの鎖編みを編んだところにあるこの細編み5目をまとめたところです。ここに中長編みを2回編んで、この鎖編みは飛ばして、最初の中長編みの頭に引き抜き編みをします。最初の中長編みの頭は、ここと、この2つが最初の中長編みの頭ですから、最初のところはここになります。最初の中長編みの頭に引き抜き編みをします。この時も糸は引いて、糸を引いてください。次は3段目です。3段目は1段目と同じ編み方です。中長編みの頭を拾って、スタークロッシュの下半分を作ります。鎖編み3目を編んで立ち上がり、この鎖編みのところに細編みを拾います。今編んだ鎖編みのその次の鎖編みの1本を拾って細編みを作り、その下の鎖編みから未完成な細編みを1回、そしてその編んだ根元のところから中長編みの頭のところです。ここから細編みを1回。次は隣の目から1回、その次の目から1回拾って、これで5目の未完成の細編みができました。これを一度に引き抜いて鎖編みを編みます。ここから3段目の模様ができます。次は同じようにまとめたところから1回、細編みの足の向こう側から1回、中長編みのところから1回、これは細編みを編んだところと同じところから1回です。次は隣の目から1回、もう1回隣の目から1回で、細編み5目の未完成な形を一度に引き抜いて、鎖編みを1目編みます。これを3段目を編みます。細編みをまとめたところから、足のところから、細編みを編んだところから、次の目から1回、次の目から1回と拾って鎖編みです。これを同じようにここまで編みます。3段目の最後のところです。最後も同じようにまとめたところから1回、細編みの足のところから1回、次は細編みを編んだ根元から1回、次の目から1回、そしてもう一つ次の目から1回拾って、これを一つにまとめます。そして段の最後のところは、鎖編みは編んでまとめないで、このまま鎖編みを編まずに、最初の模様の鎖編み3目を編んだ3個目のところに引き抜き編みをします。そして糸を引いてください。これで3段目ができました。次は4段目です。4段目はここと同じように細編み5目をまとめたところに中長編みを2目編みます。4段目は鎖編み2目を編んで、次の細編み5目をまとめた、このまとめたところに中長編みを2回編みます。次も隣のまとめたところに中長編みを2回編んで、次のまとめたところにも2回ずつ中長編みを編みます。これを続けます。この4段目の中長編みまで編むと、スタークロッシュの模様の2個分が出来上がります。これを1個、2個分とすると7個作りますので、全部で14段目まで編むことになります。ご自分のスマホのサイズに合わせて編んでください。少し長い方もいらっしゃると思いますから、その時はこの模様をもう一つ増やすといいかもしれません。では、模様をこちらの7個分まで編みます。スタークロッシェの模様を 1,2,3,4,5,6,7 個編むとちょうどいいサイズになると思います。今は7個目の半分のところです。半分のところまで編みました。このところですね、ここの下半分を編んできました。次は最後のところです。最後で、スタークロッシェの模様が、1、2、3、4、5、6、7個出来上がります。最後の模様はあと少しです。まとめたところから1回、足のところから1回、細編みを編んだところから1回、次の目と次の目から1回ずつ拾って、未完成の細編みを一度に引き抜いて鎖編みを1目編みます。次もここからまとめたところから1回、隣の細編みの足から1回、次は根元から1回、次の目から1回、そしてその次の目は少し小さくなってますが、ここです。ここから1回拾ってこれをまとめます。そして最後は鎖編みはしないで、ここから最初の鎖編み3目を編んだ3個目のところに引き抜き編みをして、この段が終わります。次は最後の中長編み2目を編み入れるところです。鎖編み2目を編んで、中長編みを細編みをまとめたここに中長編みを2回編みます。この時スマホのサイズによっては大きめだったりすることがあるかもしれません。その時はこの中長編みの糸をきつくして小さめなサイズで編んでください。かぎ針があれば一つ小さいサイズで編むこともいいかもしれません。サイズがそんなに大きくなくて大丈夫そうでしたら、このまま同じかぎ針で中長編みを編んでください。中心のところに中長編みを2目ずつ編んで、ここが中心ですから、これで最後のところになります。こことここですね。筒状に編むときは表側からだけ編みますので、この中心の目も平編みで編むときよりは探しやすいと思います。表側を見て編み進めることができるので、平編みで編むよりは編みやすいかもしれません。最後はここを編んだら次ここになりますから、もうあと2回です。細編みを2回ずつ編み入れて、最後はここです。鎖編み2目を編んだところです。ここに中長編みを2回編んで、この鎖編みではなくその先にある中長編みの頭に引き抜き編みをして、これでスマホケースの部分は出来上がりました。次はこの持ち手を作ります。持ち手は中長編みで編みました。長さはお好きな長さでもいいのですが、今回は20目の鎖編みを編みます。編み図はこのように作りました。今、最後の引き抜き編みをしたところから鎖編みを20目編んで、ここに1回引き抜き、次の目に引き抜いたところから長編みを20目編んで、また最初の引き抜き編みの隣に引き抜いて持ち手を作ります。ここから鎖編みを20目編みます。中長編みを編みますので、鎖編みは緩めに、きつくしないで20目編んでください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20目の鎖編みを編みました。この半分にしたところのこちら側に引き抜き編みをします。この模様と模様の間のところに針を入れて、ここに引き抜き編みをします。そしてもう一つ向こう側の目を拾って引き抜き編みをもう一度してください。ここから今度はこの鎖編みに中長編みを編みます。針に糸をかけて鎖編みの1本を拾って中長編みを編み、次の鎖編みの1目を拾って中長編みを編みます。次の目を拾って中長編み、また次の目を拾って中長編み、これを続けてこちらまでぐるっと編みます。中長編みの最後のところまで来ました。最後の鎖編みに中長編みを編んで、次は鎖編みを編んだ目の一つ向こう側の目を拾って引き抜き編みをします。これで持ち手ができました。このところはもう一つ向こう側に引き抜き編みをして、あとは糸を切って後ろの目立たないところに糸始末をしてください。中長編みの持ち手ができました。スタークロッシェの模様で編むスマホケースを紹介しました。この編み図は小さくて分かりにくいかもしれませんが、ブログの方に大きな編み図を貼っておきますので、そちらをご覧ください。スタークロッシェのスマホケースを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。